さあ、行ってみましょうか。ブルホスでございます。このガラス、硬すぎるやろ。普通のガラスじゃないんだな。おそらく強化ガラス使われてて、どこぞのスパイがこうぶち込もうとしても、残念ながら無理ってね。まあ、破ろうと思ったら、多分、対戦車用ロケットランチャーくらいぶち込まないといけないのかもしれないけどね。はい。ということで、前回はちょっと地下潜っていって、まあ、ね、ウィリアムが、産んでいった子種たちの皮をムキムキしてあげて、いつでも放出できるような状態を作ってあげたんですが、まあ、残念ながらちょっとムキすぎたがゆえに刺激が強すぎて全員息果ててしまって、今賢者タイムに入っているという状況なので、まあ私はちょっとそこを無視してですね、一旦地上に戻りたいと思います。まあ、地上に戻ってね、ちょっと残っている作業っていうか、残っている作業って別にないんだけど、まあ、ルーク取ってもそのまま行くのもなんか味気ないかなと思う。お楽しみはね、じわじわやっていくということで、まあ、できることっていうか、なんかやったら面白いかなって思ったら、ちょっとね、少しやっていきましょう。ただ、こいつ、勝てえな。まあ、女性からすると、長さよりも太さと硬さの方が大事だ。ちょプロするぜ、チローは。俺がすごい。コントロールできるんだけど、なんかね、女性パートナーにとっては、まあ、大体10分から15分くらいが、まあ、時間的にはベストって言われるんだけど、それ以上やってくると、だんだんその、痛くなってくるらしいからね。かといって、3分未満だったら、当然、オーガズムを感じる前に、終わっちゃうから、それはそれで嫌だってな。だって、プルップルッ。そっか、ここ全く触れてないから、出てくるんだよな、結局ね。まあ、ちょっと両足もいでいてあげて、彼がどんな人生を歩んでいくのかっていうのは、まあ、歩ませる前に。え？は？いえ、なんか急にクロールの息継ぎし始めたけど、大丈夫か？おい。生きてんのかよ、しかも。息継ぎ失敗してたのかよ。おはよう。これは、ハイディングプライス。いるね。あ、クロール、右腕を伸ばしきって終わっちゃった。おいおい。まだ生きてる。課長。生きて、ああ、な、おめえさんがいんのかよ。ちょっと待って、ドアの向こう側に。これ、あれか？ドアバンする？ドアバンするね。ちょっと待って、早い。お帰り願います。ドアが閉まってくれないです。なんで？珍しいね。ドアが閉まらない。ゾンビが開けたドアは固定給が高い。固定給、手取り50万くらいか。手取り50万だとどうなんだろう。60万くらいなの。60万なわけない。65万、70万くらいになってくるのかな。まあ、手取り50万ありゃ、一般家庭だったら、まあ、田舎くらいだったら十分なんじゃない。東京だと厳しいと思うけど、まだいないね。こいつは生きてない、無理だね。こっち行くと、いるんじゃないっけ。あれ、いないっけ。とりあえず鍵。
Ugh.
うん。